こんにちは、山遊びのたけしです。いつもご視聴ありがとうございます。ふざけたオープニングで大変失礼いたしました。私は今ですね、マレーシアの、マラッカに、来ております。こちらの動画ではね、マラッカのナイトスポットをいろいろと楽しんでいく、動画にしていけたらと思っております。はい、ということでね、今午後8時頃になっております。私が今おりますのがですね、ジョンカーストリートといいまして、こちらですね、後ろがですね、オランダ広場、はい、かの有名なオランダ広場になるんですけれども、橋を渡ってですね、はい、反対側にジョンカーストリートという、大きな繁華街がございます。こちらがですね、週末、今日はたまたまね、運よく金曜日なんですけども、週末になりましたらね、非常に大きなナイトマーケットをやっているというところで、はい、今日はここからね、ちょっと散策を始めたいなと思っております。私が乗っておりましたのがこのですね、自転車に、はい、ピカピカと音楽がくっついたですね、変な乗り物でございます。はい、変な乗り物、結構高いんですよね。数百メートル走るのに600円700円ぐらいしました。だけちょっと思い出がいいということで乗ってみましたけれども、はい、皆さんオープニング楽しんでいただけましたでしょうか。はい、でこちら後ろに見えておりますのがジョンカーストリートの入り口になります。ここからねナイトマーケットになっておりますので、今日はこちらをまずは歩いていきたいと思います。マラッカのね、繁華街といえば本当ここジョンカーストリートなんですけど、週末はね特ににぎわうということで、こういったね、フィッシュ系の屋台がありますし、 T シャツとかは売っておりますし、お土産物類なんかもたくさん、あるんじゃないでしょうか。熱気がものすごいです。こちらは、フルーツジュースですね。はい、マンゴーフロートとか美味しそうですね。サボテンとかも売ってます。植物系もで、マグネットはね今日買っちゃったんですよね、昼間ね。イラストを描いてもらえるってことですね。なるほどということでね、こんな感じで、ずっと屋台がねずーっと両サイドに、続いております。はい、まあね、こういうナイトマーケットって、例えばタイとかベトナムとかそういったところにも、はい、ありますけれども、やっぱりねマレーシアの分、少しお上品でございます。あまりうざさがないです。すっきりしたナイトマーケットですね。はい、人通りも、マラッカ、ですので、まあ、そこまで、めちゃくちゃ多いこともなく、はい、ちょうど程よく快適に、散策ができる、そんなナイトマーケットとなっております。素晴らしい、パチモンが勢揃ってます。素晴らしい。あるあるですね、いろんなパチモンが勢揃ってます。はい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 、このね、上のなんか提灯、ランタンみたいなやつがね、すごいいい味出してませんか。どうですかね、なんかこれすごい好きやなって思うんですけども、はい、こうマーケットの雰囲気をすごく明るくしてくれてる感じがしております。で、食べ物系はですね、基本串とかかな、あと飲み物、うん、なのでがっつり食べたい方はね、レストランとかに、入っちゃった方がいいかもしれないです。レストランか食堂ですね。はい、っていうような感じで、このまあマーケットでも食べれるには食べれますが、ちょっと、サクッとつまむ、それぐらいの、感じになってくるかと思います。こちらの屋台にですね、激デカ焼き鳥の棒を売ってましたんで、こちらでね、ちょっとお食事いただきたいと思います。串をスパイシーかノースパイシーか選べます。1本、13リンギットです。 Thank you。 めちゃめちゃでかい、韓国式なんちゃらって書いてましたね。めっちゃでかい串、はい、いただきたいと思います。お兄さんがすごく優しかった。おー、でっか。いただきます。しなってる。うんうん、うまっ。うんね、うん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 、こういうのですよね、屋台ってね。うまっ、うまい。たまにあるこのなんか
んちゃら体操的なやつみたいな。なんなんやろな、これね、みんなで踊るやつね。マンゴースムージーのお店にやってまいりました。少し喉が渇きましたので潤していきたいと思います。 Thank you。 OK ということでやりました。大きいですね。大きいですよ。顔ぐらいの大きさですよ。じゃあいただきます。うん、あー、うまっ。めっちゃ美味しい。で、上の方にね、これね、あの普通に実が、実あのミックスしてないマンゴーも乗ってて、この串で食べれるっていう仕掛けですね。最高やな。めっちゃ美味しい。ちょっと、屋台の間のところにですね、ラクサのお店がありましたのでね、そういえば食べてないなということで食べてみたいと思います。このシンガポールとかマレーシアとかね、マレー半島の定番麺料理みたいな感じかな。ちょっと辛めの麺で、なんか魚介の出汁が効いてて、ココナッツミルクの、でちょっ と、マイルドさも出てるみたいな、結構美味しいと評判ですので、はい、少し楽しみにちょっと待ちたいなと思います。ラクサやってきました。美味しそう。見てください。うまそう、そして辛そう。いただきたいと思います。結構辛いんかな、どうなんかな。なんかね、麺、米粉の麺かな、米粉の麺に、なんかサバ缶とかね、みたいなやつ、缶ではないかもしれないですけど、魚の、すり身とかね、なんかいろいろ魚介っぽいものが入ってますよってことで、いただきます。うん、あ、おいしい。おいしい、辛っ、辛っ、あ、うまっ、あは、辛い。うん、サバやな。サバが入ってます。でね、麺がね、めちゃめちゃもちもちなんですよ。超もちもち麺、こんな感じの麺でめっちゃ美味しい。もちもち、うん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 。スープがシンプルに辛いです。効いてますね、香辛料が。でもうまい、うまいわ。これ何かなと思って口に入れたらパイナップルですね。酢豚と同じ要領ですか。マンゴースムージーありますんで、辛くなったり戻したりっていうのを繰り返して食べましょう。なんか癖になるっていうよく言われるのが、よくなんとなくわかるような、はい、うまっ。おいしい、辛い、熱い味。マンゴースムージーのマンゴー、めちゃめちゃ塊のやつ、めっちゃでかいっす。なんぼなんでもうまいっすわ贅沢やね、これ。日本でこの量のマンゴーを投入したら何千円ぐらいすんちゃうんっていう。ラクサもマンゴーもうまかったです。ありがとうございました。ラクサはね、一応スモールサイズにしまして、7リンギットでした。激安でございます。いいですね、ちょこちょことこういって屋台で食べる分にはちょうどいい量だったかと思います。はい、本当にごちそうさまでした。美味しかったです。ジョンカーストリートのナイトマーケット、めちゃめちゃおもろかったです。めちゃくちゃ面白かった。ジョンカーストリート出ましたらね、すぐに、オランダ広場と橋のところがあるんですけれどもなんかね、噂によると夜もね、やっているなんかリバークルーズみたいなのがあるようなんですけれども、さすがに閉まってるか、さすがに閉まってますかね。もう乗れない、もう乗れないかい。あー、やってないか。あ、やってるかな、やってるかも。なんかね、ここにね、チケットオフィスがあるんですよ。ハロー、ワンパーサンアバイラボー、 What time is the departure? Anytime? Before night. OK, okay. So, one time. 買いました、チケット。はい、こんな感じ、こんな感じのチケットでございまして、ですね、随時、いつ出るのって言ったら Anytime って言われてます。随時出ます。はい、そして、だいたい 3,40 分ぐらいこの、川をですね、ぐるぐるとマラッカ市内を、してくれるようでございます。乗り場は、どちらになるんですかね。この先まっすぐ進めというような、感じでございましたが、どこだ乗り場、乗り場どこだ、乗り場どこ。あ、言うてたらね、ちょうど来ましたね、こういうやつ、こういうやつ、これ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 、これに乗りたいわけですよ。
で乗り場を今探しておるんですけども、行ったら分かるよみたいな感じで全然行っても分からへん。どこどこですか、この先かな。この船が止まるとこ見とけばいいですかね。違う、はい、ですね、乗り場ありましたね。ここやな、絶対。こんな溜まってるの絶対ここやろ。これでいいんかな。おお、めちゃめちゃ並んでる。うわ、すごい並んでます。なんかね、強制の写真スポットがあるみたいで、これを多分あれでしょうね、終わった後に買うか買わないか。Yes, thank you. これ買う、これ写真。はい。Yes. Yes. 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 Thank you. はい、ということですね。はい。写真を撮っていただきました。これもういるかねっていうな。やっぱ今日ね、週末やからかな、混んでるんすね。なんか待ち時間は全くないかと思ったんですが、意外とね、意外とあるみたいですね。無事に、乗れそうでございます。はい、ここに座ろう。ここに座ろう。船乗りました。はい、最後の方だったのでね、壁のとこの席でございますけれども、はい、顔を伸ばせばね、しっかりと外見えますので、しっかりと、撮っていきたいと思いますよ。皆さんお付き合いくださいませ。はい、では 3,40 分の、海の旅じゃないです、川の旅に、はい、行ってまいります。動き出しました。はい、お隣にね、めちゃくちゃ可愛い赤ちゃんが、めちゃめちゃ可愛い赤ちゃんがいます。はい、行ってきます。夜風がめちゃくちゃ気持ちいい。めちゃめちゃ気持ちいいです。あそこがね、今泊まってた港といいますか、乗ったとこですね。めちゃめちゃいいですね。お一人なんか途中で乗ってくる人いません？そういう制度あるん？このめちゃめちゃ観光用フェリーでそういうそれできるんやっていう、地元の人とかなんかな、不思議な泊まって一人今乗ってきました。すごい面白いな。足ギラギラ、夜風がね、めちゃめちゃ気持ちよくて、うとうとしてきました。うとうとし、気持ちええわ。なんか川沿いはね、ずーっとこうお店が連なってね、すごい。でもね、こうやって今ね、海の方からどんどん内陸の方に行ってるんですけども、中の方に入っていくとですね、こういう、新しい、ビル、こういうね、先進的なビルなんかがいっぱい。綺麗やね。高層ビルがね、結構立ち並んでるエリアに今入っております。はい、市街地の方はね、もうあのヨーロッパ風の建築で、多分あそこはね、手を加えられない地域だと思いますんで、こういうところにちょっと離れたところにね、ビルとかが建つんだろうなと思いますね。はい、今なんかあった看板、うん、ここで折り返しですね。はい、あとは同じ来た道を、変えるという工程になるかと思います。ただね、今度逆サイドがね、左右どちらか逆サイド見えますんで、行きも帰りもね、それぞれ楽しんでいただけるかなと思います。花火上がってる。リバークルーズ終了でございます。あ、楽しかったね、めっちゃ。これぜひ皆さん、夜のマラッカお立ち寄りの際ご利用ください。あ、むっちゃ良かったですね。満足度高いな。これ30リンギットで1000円もしないぐらいなんでね、めちゃめちゃおすすめでございます。あ、でこれや、出た写真や、撮ったやつがね、欲しいよっていう方はここだよねっていうことですね。
はい、私がいましたけれども、大丈夫です大丈夫です。あ、面白いな。ユニバのあれみたいな感じですね。スパイダーマン終わっちゃいましたかね、スパイダーマンはね。はい、そんな感じで、もしお写真欲しい方は、はい、ぜひということです。乗り場のちょっと先が降り場ですね。まあ目と鼻の先かな。大体同じようなところに戻りますので、ご安心ください。めっちゃおるな、この空気で膨らむやつ。すごいな。再びジョンカー通りに戻ってきました。何回行くんねんっていう感じですけども、お時間がね、10時ですね。10時なんですけれども、はい、未だにすごいですね。めちゃめちゃ明るい、めちゃめちゃ明るい。10時はめちゃめちゃ明るいですね、まだ。で、なぜ戻ってきたかと言いますとですね、ジョンカー通りちょっと入ったところに、ね、マッサージ屋さんむっちゃあったんですよ。で、昨日のね、シンガポール、それから今日の、マラッカとね、バカみたいに歩き回ってますんでね、ちょっとさすがに足が疲れてまいりましたということで、ちょっとフットマッサージをね、そこいらのマッサージ屋さんでお願いできたらと思っております。はい、ジョンカー通りのですね、橋からちょっと数百メートルね、歩いてき、たゾーンからですね、このマッサージ屋さんが一気にね、ずらーっとこう連なってるエリアがあるんですね。ちょっとここら辺のどこかで、結構見てるとお安いですので、はい、どこかに入りたいと思います。行き当たりに、ございました。はい、こちらのお店にいました。ハロー、ました。はい、なんか涼しいですね。30分のね、フットマッサージ、お願いいたしました。よろしくお願いします。とても力強そうな、お姉様、はい、に担当いただけるということで、はい、非常に楽しみでございます。結構ね、足クタクタなんですよ今回。毎日めっちゃ歩いててね、はい、なのでちょっともみもみほぐしてもらえたらと思います。結構足の裏とか指の間が多めで、結構好きですね。めちゃめちゃ気持ちいいです。めちゃ気持ちいい、いい指圧、めちゃめちゃいい指圧。でもね、28リンギットなんで、800円、900円ぐらいか。安いな、安いっすね、ほんまにね。ありがたい、ほんまにありがたいです。ガチ寝してました。めちゃくちゃ寝た。気持ちよかった。むっちゃ良かったです。もう指圧最高でした。お姉さん、ありがとうございました。はい、もうだいぶ遅い時間になってきまして、さすがにもう屋台撤収してるところが多いですね。ということで、夜のマラッカいかがでしたでしょうか。夜もね、めちゃめちゃ楽しめる街なのでね、ぜひ皆さんマラッカで1泊以上していただくことをお勧めしたいかなと思います。こちらの動画、少しでも役に立った、面白かったという方、チャンネル登録とグッドポイントぜひよろしくお願いいたします。では、ジョーカーストリートナイトマーケット、こちらから今日は失礼したいと思います。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。